ヘンリー・ドレイファスがデザインし20世紀特急に使用されたニューヨークセントラル鉄道 J クラス蒸気機関車ドレイファスによりデザインされたウエスタンエレクトリック302電話機マンハッタンパーク外280ヘンリー・ドレイファスはアメリカの工業デザイナードレイファスと彼の会社は1930年代から1960年代までの 電話機のデザインすることによるウェスタンエレクトリックやベルシステムとの長年の関係を含む幅広い消費者及び市販品の多数のデザインで世界的に評価を受けている。彼のデザイン哲学は適用された常識や科学的原則に基づいており結果として人間工学の分析や消費者の研究に大きな貢献を果たしたニューヨーク州ブルックリン生まれ 1930年代から1940年代にかけて活躍した有名な工業デザイナーの一人として何十もの消費者製品の見た目、感触、有用性を劇的に改良した。レイモンドローウィや他の同時代の人とは異なり、ドレイファスはスタイリストではなかった。彼はデザインの問題に対して常識と科学的アプローチを適用した。彼の作品は、 公共消費のために場を大衆化し、人間工学、人体測定、人間要素の根底にある分野に大きな貢献を果たした。1920年まで後に競争相手となる演劇デザイナーのノーマン・ベルゲッティスの下で実習生として学び、1929年に演劇、工業デザインの活動のために自身の事務所を開設した。それはすぐに、 そして長期にわたって商業的な成功を収めた。2005年現在、彼の会社はヘンリー・ドライファス・アソシエーツとしてミシガン州アナーバーで法人顧客と共に営業を続けている。ドライファスと彼の同僚は20世紀のアメリカで最も偏在的で象徴的な製品のいくつかをデザインしている。1955年にデザイニング・フォー・ピープルを表した。 ドレイファスの工業デザイナーとしてのキャリアを紹介した。この本は、デザインの事例や多くの逸話、は、彼のジョーとジョセフィンの人体図の説明など、自身の倫理原則や、心理原則を記している。1960年には、ザ・メジャー・オブ・マンを出版した。この本はデザイナーに、製品デザインの正確な仕様を提供する、人間工学的な参考図を集めたものである。 1965年、アメリカ工業デザイナー協会の初代会長に就任した。1969年、自身が設立した会社から退いたが、委員やコンサルタントとして多くの企業に携わった。1972年、ザ・シンボル・ソースック、エーコンプリヘンシブガイドツー、インターナショナル・グラフィック・シンボルズを出版した。2万以上のシンボルを掲載する。 このビジュアルデータベースは世界中の工業デザイナーへ基準となるものを提供し続けている。1972年10月5日、一人の息子と二人の娘を残し、末期的症状であった妻ドリスマークスドレスファスと一緒にガレージで死んでいる姿で発見された。恋の一酸化中毒で自殺したと考えられている。客中参考書目。ありがとうございます。